はい、多分風チャンネルのルーリオです。本日はですね、明日10月31日に、迫っております NHK ミュージックスペシャル藤井風さんの特番なんですけども、皆さん X に投稿されている、CM 予告編見ましたでしょうか。でそこでちょっと気になるシーンがありまして、ちょっと視聴者の方からですね、もしかするんじゃないのみたいなお話をいただきましたので、そちらについて本日はですねお話ししていきたいなというふうに思っております。このチャンネルでは藤井風さんを中心に取り扱いをしています音楽のチャンネルとなっております。藤井風さんの情報をどんどんアップしていきますので、情報を逃したくないよという方はですね、チャンネルを忘れてしまう前にぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日撮影しているのがですね、10月29日肉の日ですね。雨が降ったりだとか、ちょっとだんだん寒くなってきたりだとか、本当に冬だなと。なんか1ヶ月ぐらい前までは暑かったんじゃないかって、いきなりねやっぱ冬って来るなと思っている今日この頃なんですけども、この動画がおそらくですね30日に投稿されると思いますので、31日にですね藤井風さんのですね NHK ミュージックスペシャル、こちらが10月31日夜の10時から45分の番組ということで、皆さん期待している方も、どんな内容なのかなって期待している方も多いんじゃないかなというふうに思っております。でですね、その、予告編というものがですね、10月28日のですね、お昼4時にですね、 X 4時3分ですね、X に、NHK ミュージックというアカウントからですね、投稿されました。こちらの投稿に関しては、概要欄から確認できるようにさせていただこうと思っております。でそのつぶやきがですね、誰も見たことがない、ロサンゼルスで一人きりの音楽制作現場、初めてカメラがといったところで、そういったこのキャッチコピーというか見出しで、風さんのですね予告編、特別な予告編がですね、予告映像が流れている、ツイートになっております。その映像の中でですね、風さんが、一人で歌詞を考えているところとか、音楽を作り出しているところだとか、風さんがですね、おそらくインタビュアーの方にインタビューを受けている様子だとかっていうところが、映っております。でその中の一つにですね、レコーディング、本当に始まって3秒ぐらいのところでですね、風さんがレコーディングしてるんですね。でそのレコーディングが終わった後の音楽、サウンドはですね、おそらくですけど、旅路の、日産スタジアムのバージョンの音源が流れているんですけど、その直前ですね、その旅路に切り替わる直前にですね、レコーディングの様子とその音源がです、音源というか音声がですね、聞こえてきます。本当に一瞬です。1秒ぐらいなんですけど、僕ちょっと何も気にかけてて、あ、レコーディングしてんなみたいな新曲かなとか、もしかして既存曲かなみたいな感じで思っていたんですけど、ちょっとですね、視聴者の方からメールをいただきました。ドドン、こんな感じです。はい、いただいたメールをですね映してみました。ちょっとラジオ代わりに聞いてる方もいらっしゃるかもしれないので、私読んでみますね。風さんの NHK ミュージックスペシャルの15秒 CM ってご覧になりましたか？なりました。一瞬風さんが歌ってレコーディングしているのって、 Now I've got nothing to って言ってる、でもメロディーは罪の香りっぽいと思って調べたら、罪の香りの最後の方の英訳、これって英語版が出るってこと、答え合わせは木曜日、放送当日ですね、木曜日かな、ワクワクです、というメールをいただきました。メールいただいた方ありがとうございました。一応ね、動画で使いますっていうところはご本人に確認して OK いただいておりますので、はい、ありがとうございます。ちょっとね、補足で解説を入れるとすると、この罪の香りっていう曲が、藤井風さんのファーストアルバムの、
Help Ever Her Never っていうね、あのアルバムに収録されてると思うんですけど、まあ、罪の香り自身は、まあ、日本語の曲ですと。でその、歌詞カードがおそらく英語ついてたのかな。あのちょっとね今手元に CD がないのでわかんないんですけど、おそらく歌詞カードは英語ついてて、で風さんのね歌詞って基本的にはまあ一部フレーズとか、単語とかあとは文章で英語あるんですけど、まあ、基本的には J-POP と言われる日本語中心の曲だと思うんですけど、あの風さんのちょっと特殊なところといいますかに関しては、その日本語で歌ってる曲に対しても英語の詞が振られてるんですよね。ミュージックビデオとかあの英語で見れたりだとかしますし、あとはジーニアスっていうですね、あの英語歌詞サイト、英語の歌詞サイトがあるんですけど、そこであのこの曲の歌詞の英語版みたいなのが見れるんですね。でそのお話をおそらくこのメールくれた方はされてるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で確かにその罪の香りのですね歌詞、本当に最後の一節のところかな、もう何も怖くないって歌うところがですね、英語訳だと、その歌詞サイトを見ると英語訳だと I've got nothing to be ashamed of っていうふうに訳されていて、もう恥じることは何もないみたいな感じかな、恥じることは持ってないですよみたいな感じの意味かなっていうふうに思うんですけど、ここに関してはなんか英語の訳とかも面白いですよね。日本語の詩ではもう何も怖くないなんですけど、英語の訳をすると日本語訳をするともう何も恐れることはない、持ってないみたいなニュアンスになるかなっていうふうに思ってて、その差分とかも面白いなというふうに思うんですが、本日はですねそこはちょっと置いといて、これを聞いて改めてですねこの、X に投稿されている NHK ミュージックスペシャルの予告編の本当冒頭の 2,3 秒のところ、本当に一瞬なんですけど聞いてみると、確かにメロディーも罪の香りっぽいなと僕は思います。なんか聞いてあそうだなぐらいそうかもなみたいな感じです。でメロディに関してはそうかなっていうふうに思っていて、歌詞ですね、歌詞はちょっとね切れてるので何とも言えないんですけど、 Now に聞こえないんですよね僕は。 Oh, oh みたいな感じ。 Oh, I've got nothingfour って聞こえる two って聞こえなくて four に聞こえるなみたいなとかね、まあ、一部一瞬なのでなんて言うんですかね、こうなんて言うんですか一瞬なので分かんないし、歌詞が少しね変わってる可能性もあると思いますし、なんかメロディーもなんか若干そのオリジナルの日本語の曲とはちょっと違う気も、もうちょっとなんかアコースティックな感じもするなとか思っていて、もう一瞬なんで何とも言えないんですけどね、本当にわかんないんですけど、なんか言われればそうだし違う気もするなっていうのが僕の意見というか立場ですこういうのね本当はね YouTube で発信するときにこうだって言い切った方がいいとは思うんですけど、正直なんとも言えないな、そうも聞こえるしそうじゃない自分もいるなっていうところが僕の意見です。でもメール送っていただいて本当にありがとうございます。確かにそうな気もしますはい、そうな気もするなっていうことをですね皆さんにシェアさせていただきました。ぜひですねコメント欄でどう思ったか、ちょっとね今のを聞いてそう聞こえたかとか、メロディーがそうかとか、特にね英語ガチ勢の人と音楽ガチ勢の人はですねぜひコメント欄で教えていただけるとなというふうに思っております。はい、というわけでですね本日は10月31日に迫っております藤井風さんの NHK ミュージックスペシャルの予告編が X で公開されているんですけども、そこでもしかしたら罪の香り歌われてんじゃないのみたいなですねお便りをですね、英語版ね、英語版を歌われてんじゃないのみたいなですねお便りいただきまして、ご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。さっきもねお話しした通りどう思ったかみたいなところはですねぜひ皆さんコメント欄に書いていただければなというふうに思います。あとですね、もしこれが本当にそれだとすると、まあ近い将来にリリースがあるのかないのか、
もしかしたら罪の香り以外もね、何か歌ってるかもしれませんし、なんか一味も二味も、楽しませてくれるな、くれるなっていうふうには思っております。過去の曲の、英語詞のアルバムがついてきたりするのかなとか、ここまで の1枚目のアルバム、2枚目のアルバムっていったところではですね、風さんが、オリジナルアルバムと、カバーアルバム、英語のカバーかなをつけるっていうのが、まあ、一応こう、なんていうんですかね、これまで2枚目のアルバムまでですね、そういった風になってきましたが、3枚目のアルバムでは自分のセルフカバーが入るのかとか、もしかしたら別で自分のセルフカバー英語のバージョン集をですね出すかもしれないし、わかんないんですけど妄想は楽しくなるばかりっていう感じではあるんですけど、こういったね、風さんもグローバルな人ですから、グローバルというか日本にとらわれてないというか、いい意味でなんかそういう人ですから、なんかそういったこともあってもおかしくない、そういう背景とかも考えると、あ、確かに歌っててもおかしくないなとか思うんですけど、僕はちょっと 100% 確信を持てる感じではなかったんですけどね、さっきもお伝えした通り。でもなんか楽しみですよね、ワクワクするなっていうのもありますし、他の洋楽のアーティストの人もだんだんですね、いろんな世界に出ていってる人たくさんいると思ってて、でその人たちも日本の曲、日本語で書いた曲がヒットして、それを英語版にしてリリースしてたりだとか、そういった方もたくさんいるので、まあ、そういった可能性も風さんがそういう選択肢を取ってもですね、何らを疑う余地はないなというふうに僕も思ってるので、まあファンとしてはそういうことがあると嬉しいですし、まあそういったことじゃないにしてもですね、ワクワクさせてくれるアーティストだなというふうに思っておりますので、まあどっちでも嬉しいんですけど、どっちでも嬉しいというか、どっちでもいいって言ったらあれですけどね、どっちでも楽しいなと、楽しめるなとは思うんですけども、木曜日の放送でもしかしたらそこのね、長いカットがあるかもしれませんし、どんなカットがあるかわかんないですよね。楽しみに木曜日、そこもちょっと注目しながらですね、見ていきたいなというふうに思っております。はい、というわけでですね、本日の動画以上となっております。ぜひ皆さんの予想、罪の香りみたいな、いやもしかして違う曲みたいなのがですねあればですね、コメント欄で教えていただければなというふうに思いますし、この動画気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。あとですね、以前からお伝えしてます通り、オフ会がですね、11月1日で締め切りになっているので、もし興味ある方、申し込み忘れてた方はですね、お忘れなく申し込みいただければなというふうに思っております。それでは、できれば当日配信終わった、配信というか、ミュージックスペシャル終わったぐらいにですね、配信できたらな、生配信できたらなとか思ってるんですけど、ちょっと仕事の都合でどうかわかんないんで、あれなんですけど、できたらなというふうに思っておりますので、ちょっとだけ、ほんと気持ちだけね、楽しみにしておいていただけるとありがたいです。はい、というわけで、だらだら喋っちゃいましたが、以上となります。次の動画もしくは生配信でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。